あ、お札みたいのいただきましたね。はい。それ返して終わりなんだ。はい。まあ、あなた、去年が厄年ですから、ね。はい。ただ私、そのお札なくした。いいな、俺もへっ、それくれよ。何？それくれよ。どういう意味？お札？うん。俺も返納した。いや、名前とか歌詞書いてあるのかな。で、牛、戸田、タツ、ミー、ウー、視聴者の僕が金持ちだって思ってるようなやつはダメなの。人と意見が衝突しても一度了解すればさらりと水に流したごとく忘れるといったところもあるので、人受けは良いとか言ってますね、うんうん、流しはしないでしょ。流しはずっと思ってた。投稿チャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、今日は、はい、変わった場所にというか、はい、新しい場所にやってきましたね。あと去年余計したじゃないですか。はい、だからなんかあれ返さないといけないらしいです。なんかもらったやつ、お札みたいのいただきましたね。はい、それ返して終わりなんだ。はい、まあ、あなた去年が厄年ですから、ね。はい、あ、だから確かにそれ大事なことかもしれない。ただ私、そのお札なくした。じゃあそもうおしまいだ。なんでお金払ったのにちょっとおちょこちょいしたわけで、こんな嫌な気持ちになったりするんですか。あの、おちょこちょい多すぎる。だからもうおちょこちょいで終わりますよっていう予言じゃないけど。いや、これ返さないといけないですか。一応そこまでがみたいなところはあって、去年もらった段階でそういう話しましたよ。だから来年返し来ようねみたいな。ああ、はいはい。で、その時は思ったんですけど、なんかどっか行っちゃいます。しかも岩川さんって家の掃除全然しないじゃないですか。はい、だからどっかにあるはず、捨ててないはずなんですよ。なんでなくなっちゃうんですか。いや、全くいらない時、あ、これ返さないとなって見た思いはあるんですけど、探しても探しても出てこないみたいな。こうやって80になって死んでくる。探したものが見つかるのいいなって言って、80まで持たないか。80までいったら行くわ。やだな。あなた持ってたの。僕だってあれですよ、うん、家もないのに持ってない。いや、実家に置いてたからってのはあるけど。すげえな、言えねえくせでよ。そういうことだけはしっかりしてたな。そういうことだけ。他のお前全部できてるじゃん。ほら、ここで、ここ。それ前もやってたよね。あ、自分のハゲを見せて。すごいね、目立つね、やっぱり今日。あ、すごい、2色しかない。あ、冷たそうだな。はい。手洗うぞ。なんかもうこんな人を、こんな文句言う人やだな、俺神様に。入ってない。なんでこんな、こういう願いかないのみたいな。あ、岩川さん、違う、手に、口づけちゃダメ。あ、こうやってこうやって。あ、こうやって。口はつけないようにしてる。つけないようにしてる。あ、うん。上からこうしたの。うん。まあ、でも間違ってるだけです。あれ、いや、だから、コロナ禍以後、みんな苦しいのどうしたなって思ったの。きっちり言ってもいいやろ。そっか。はい、これも OK ですか。はい。清められました。はい、あ、すいません。おや、書いてある。ごてん手にやってるね。うん。岩川さん。岩川さん。はい。村人が、村人が。
言わないで同じことやってます目の前で鏡何年後かのあなたあれ僕がやったことによってそれがお手本になっちゃうあ、こうやるんだって大丈夫その次の人もいるよ、うん、こんな派手な人が堂々とやってるからああいうものなのかと思っちゃったちょうど今数珠つなぎみたいになってるからあそっから先みんな間違えるかもしれないやめてくださいよあの人も知らなかったあなたが来たせいでみんなが大変なことだと思った年上だけど知らなかったんだ年上だけど年じゃないからなこの 43 43であれだいぶやばいですいいな俺もへそれくれよ何それくれよどういう意味お札うん俺も返納したいや名前とか歌詞書いてあるのか去年聞かれたじゃないそうわなんかめっちゃ嫌だ気持ちあっちだねあそうなんだ抱き上げの、うん、だ岩川さんはそのお札をずっと取ってあるでしょ、うん、その悪いものを家にずっと持ってるみたいなことじゃないですかあ、まあ、じゃあ見つけたらすぐ燃えるゴミだ役の死が終わらないあなたは燃えるゴミ出しますよ継続ですありがとうございます始まったら継続なんでですか守り落ちている守り落ちている落ちてるの気づくの早いですなすげえ僕もねやったんでこれで返しますそうだよねよしでは私のあほら名前書いたなほらあなたのはずっと家に役を持ったままあちょっと寒いよそうなんかエアーで返したらいいじゃん入れればいいわあ、すみません。こちらに入れて、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。なんか肩が軽くなりました。あ、すっきりしましたね。いや、どうしました？軽いわ、俺も。なんか邪気が。あなたと一緒にいると運気悪くなる。なんで金払ってこんなちょっとおっちょこちょにしたって嫌な気持ちおっちょこちょにしなきゃいいだけでしょ去年はそんなこと言ってましたな去年言ってましたこれで2人の場合ここで人間に名前書いたらいいあんたの彼女もここでどういうこと僕の彼女ってキクさんが作ったミホちゃんのことですか あれは人形じゃないんでやめてください人形扱いも名前書いて、うん、その体の気になる部分に息吹きかけてくださいとなるほどなるほどだそこが良くなるみたいなことですかいいじゃないですかこれやりましょう岩川さん脳みそでしょいや全開や全開やあもうその時点でしょちょっと悪そうだじゃあそこちょっと100円なんで100円なんですか100円入れて、うん、ケーキでいいですかまあいいですよ僕はなんか嫌なんで自分のお金してるそうですか僕は経費が心配経費で心配あなたの役は多分落ちないですチャンネルの運が良くなったりするかもしれないけど僕は経費で嫌ですねお札を持ってこないでチャンネルのお金でこれでじゃあ戻ろうかに入れてくる。そう。大手やろか。いやいいです。そういうんじゃないんだ。はい。100円でこれ当てて。やるの。いい商売やな。人型だが人は役や気がねを人形に移して水に流すことより取り除くための儀式です。大抜きを用いて。自払いをしてください。人形にお名前をご記入ください。人形の体に気になる部分を撫でて息を吹きかけてください。膝がねえじゃん。膝だよ俺。じゃあもう一生付き合っていくしかないんですね。膝どうやれば作れるの？ここ。まあ、ここがじゃあ足元って考えていいんじゃないですか。ここら辺とか。ここら辺。あれ。向かい合ったら違うよな、
こうだから、これ、何ぐるぐる回って。こっちだったら、右膝になっちゃうから、うん。左膝なんだよ。左膝なんだよ。大丈夫、結局、人の金だから。岩川さん。何気にしないで。人間に。左膝は、こう、向かい合うから、こっちなんだよね。はい。ここ。おう、ゆうきと。はい。あ、薄いですね。あ、ペンがあんま出ないんですよ。はい、これで、はい、で、あ、もう撫でた？あ、もう撫でましたよ。ロカさんはどこ撫でたの？あの、右膝です。あ、左膝です。左膝こっちにチンチンじゃない？そだまだ気になる。はい、絶好調です。元気すぎてここに見ます。一応頭もやってて、頭、頭、まあ、もっと良くなった方がいいからね。もう頭やったね、よく気が付いた。先にこれじゃない、これを、あ、ここにやり方、自腹ライド、一礼して、両手でやるぜ。いや、やだ、違う、これじゃなくてこれです。これ、ああ、あれ、頭もう一回撫でたもんね。聞いてないです、全然。右方に、ああ、食べちゃいますよ。そうね、はい、これで OK ですか。中央から左、中央に戻す。はい、さあ、すぐで弱いやり方じゃ役払えないです。あなた最後一礼してなかったんで、僕わざと言わなかったです。あとペン戻さない。ああ、そういう上げ足というのは神様一番嫌いだと思います。札を持ってこないと言われたくないです。これで上がっちゃっていいか。あ、これ溶けてるんだ、ほら髪が。本当だ、わかるかな。本当だ、溶けてる。こんな感じで、熱いやつなんだよ、うん、が好きなとこで。ああ、じゃあ私、あ、これ行きたい。あ、なんか嫌だな。あれ流れです。右手だけ。あれ流れだ。あれ、あれ溢れていく。あれ、あれ全然流れだ。欲をかいてあんなことが起こるじゃない。あ、バラバラになっちゃった。あれがあなたで。どうしようかな、ここにしましょうか。はい、これで、あれ、なんか差が過ごしてね。これですか、2号さんで、はい、あっちには変わされて、いつまでも残ったぐちゃぐちゃじゃない。あ、でも新鮮なやつがずっと来るんで、うん、ずっと治療されてる。なんかおみくじって変なの出たら嫌じゃないですか。え、それ気にするんですか。なんか お金払って嫌なこと書かれとったら、なんかずっとそれ言ってますね。お金払ってこんな思いしなきゃいけないのなんて。じゃあ私経費で買える。そうですか。ご縁だね。なんかお賽銭を自分のお金でやりたいで急に言い出して。気にしいじゃないですか。結構気にしてんだな。それがまた待ち当たりですよ。なんか気にしてるくせにさっきは払わないんだ。高い、長いな、気にしいだな。はいはい、長かったですね。はい、あなたは何に参りましたか。僕、あのチャンネルがの成功しますようにっていう。ああ、なんですか、いいじゃないですか。私、視聴者の幸せを願いました。あ、絶対嘘じゃない。いや、毎回そうするようにしてるんですよ。絶対に嘘じゃない。あ、いや、本当ですよ。視聴者が金持ちだったら、そうでしょ、顔でしょ。
パブカドラッグクイーンでしょ。あーあ、本当に目先しか見てませんね。あの視聴者が金持ちだったらこっちに金回ってくるんですよ結局。だから僕は視聴者の幸せを毎回願うよ。じゃあ視聴者のお金を願ったらいや違います。いやだから僕の願いの方が叶いやすいですよ。どういうことですか。ああそうね、死に死欲でしょ、あなた。私、人の幸せを願ってよ。YouTube 成功させるのが自分からできるから、成功に近いじゃないですか。ああ、だから、視聴者の僕が金持ちだって思ってるようなやつはダメなんだ。どうするんだ。いや、これは、ちょっと気になりました。これ神社関係ないですよ。どこに引っかかったんですか。銃。あ、銃ですね。鉄砲が気になった。武器好きだから。武器持たしたくないなこれ。もし辰年ですか。ええ。どうしました。今年辰年だ。じゃ確認しましょうよお母さん。そっちでほら、ほら江戸のほら。順番にいて、こっち向いて、はい、数えて歌ってみます。はいはい。で、牛、トラ、タツ、ミ、ウ、サル、羊、なんか今年なんでした。タツ興味ねえからな。頭に入ってるんですよ。武器しか興味ないもんね。でもタツかっこいいじゃん。ジャンプで出てきたらで、ちょっと興味持つんだけどね。よく出てくるんだ、十二支の敵とか。でも毎回覚えようと思って覚えたんだ。あ、薬指もわかんないもんね。確か薬指はこれ覚えたんだ。おみくじは経費で買えるじゃん。悪いこと書いても経費だからって、うん、だからいいことが起きないんじゃないか。いいこと起きてえわ言いなし。妖怪みたいに言うな。中の運勢人生相談、これどうするんですか。一部ね、ま、月日でピタリと当たる誕生日でやってくれる、うん、誕生日占い、うん、あ、ちょうど200円ありましたね。自分のお金みたいに。いや確かに。普通になんか自分のお金の言い方したら。生まれた月日。あれ 5月16。年はないよね。月日だ。あれあれわかんない。そうか、中年の、あ、そうかそうか、わかんないんだこれの意味が。縦軸横軸はよくわかんない。もう一回あの人形流しやってみます。頭聞いてない。あ、指でたどらないとわからなくなる。ようかさん、ようかさん、5月でしょ、はい、上から 5番目でいいんじゃないですか。上から5番目、単純に指でたどらなくても、そうそう、まあまあ、引っ張ってもらっても上から数えたら。いやでもちょ待ってください、ここ5月を始めるはずなのに6月中6って書いてます。何逆にこれ運命的じゃない。すごい、これ多分当たりですよ。確かに、うん、本当だ、5月の例なのに。え、他にあるこういうの。いや、ない、そんなないです。なんで逆にあなた持ってるじゃないですか。激レア持ってますね。あ、じゃあそれ取っておきましょう、取っておきましょう。なんか嫌だな、なんで6月16日って書いてるの。そう、はい、よいしょ。あ、まず性格。あ、人に使われても十分に才能を発揮しえない傾向ある。バカな。ずっと人に使われてるの。確かに。
さっきまで疲れてましたもんね。そうですね。僕の全てを否定していけなかった。そんなバカな。あ、なるほどね。また、反面物事に激しやすいのはあなたの特徴でもあり欠点でもそんなに激しくないけど、ね、うん、あ、でもあなたの遺伝子はお父さんとか、あ、お父さんとかね、うん、欲に弱いお母さんとかまあそうか、溜めて怒って欲に強いってとこ受け継いでるのかもしれない。人と意見が衝突しても一度了解すればさらりと水に流したごとく忘れるといったところもあるので、人受けは良いとか言うんですね、うん、流しはしないでしょ。流しはずっと思ってた。一回嫌いになった人はずっと嫌いなんです。ああ、岩川さんとか。俺のことは大好きで。俺のことは大好きで。あ、大吉とかじゃないの？うん。あ、移転もそうか。よろしいですが、よく考えてせよ。一年考えてますから。去年引っ越すなって言われたんだけど、あ、そうそうやっと良いって言われるようになりましたね。結婚急ぐ必要はありませんが、修行を積むのがよろ、積んでから結婚生活に入られるのがよろしい。まだ修行しよう。42歳ですからね。でも総評がなんか星2つ、火山量っていうと難しいですね。紛失、早く探しなさい。ただし金銭なら見込みなし。あなた紛失してたじゃないですか、経費。いや、じゃああなたのせいで僕紛失。紛失したものを早く探しなさい。確かに、そのチャンネルとしてはみんなのものであるから、そうですよ。早く探しなさいってことでしょ。早く探してください。ただし金銭なら見込みはないそうです。じゃあ探しても意味ねえじゃん。でも早く探してください。禁断。時を待てば調達できるが、全部は無理って。こんな言い方もないでしょ。無理って。ですとかつけてほしい。本当だ。こうですとか。隣はですとかね。うん、せよとか書いてあるの。あ、うん、りますとか。これで無理って。はっきり言い切られました。結構厳しい感じ。厳しいな、なんか。私どうですかね。謎の6月、はい、謎の6月というメモがあった。あれ、私も火山量だじゃん。あ、もういきなり落とす。あなたの性格は表面温和でも内心は割に強直であり、へりくだる表情が見えても反抗心を持って。まさにじゃん。ね、いつも言ってるやつじゃん。私温和でしょ。あのよくそうそうそう。あの明るい風っていつも言ってるやつじゃん。明るい風だけどお金持ちがペコペコするから後でずっと文句言ってる。あいつケチで金持ちのくせにと。手当たってるじゃん。金持ちを悪口は言わねえ。あ、マジであなただな、これは。老少のために取り越し苦労をし、内向的になる危険性があります。ああ、よく自分で言ってますもんね、うん、本当は傷ついてるんだって。落ち込んでるんですよね。あ、落ち込んでますね。配信中に視聴者さんになんかちょっといじられたりしたらもう落ち込んでるんですよ。毎日泣いてますよ。ああ、これまたった。平素は倹約を心がけ、つくだも人の手前どうしても無駄な支出をする面があります。ちょっと違うな。家庭はあるけども、うん、全然支出をしてくんないもんね。 YouTube のためでも使ってくれないもん。使うわ。経済的には余裕があるので、急場の際は何とか切り抜いていきます。あなたは金券貯蓄型ですから、決して投機的な事業や一度に儲けることを考えずに進むべきです。株全然向いてないじゃない。コツコツ働いて貯めた方がいいけど。大丈夫ですか。いや、株もコツコツのやり方ありますからな。はい、だから200円になっちゃった。向いてない。これも先に読んどけばよかったね。確かにね。じゃあ、はい、開放。あ、同じこと書いてます。山で燃えるときは山は動かない方がいいって。これ動くのかな。いや、でもさっきそれで一覧があったから多分違うと思うんだよね、バラバラで。あれ、あれ、ちょっと待って。どうですか、僕のなんです。はい、ちょっといいですか。ちょっと
じゃあ希望を岩川さん読んでもらっていいですか。はい、希望、比較的順調に進みますが、うん、心を緩めずに懸命に攻めて失敗します。はい、じゃあ、あとは結婚読んでください、急ぐ必要はありませんが、自分の修行をとともに十分配偶者を理解してから結婚生活に入れるのがよろしい。あ、じゃあ待ってください、この 禁断読んでもらっていいですか。禁断どこやから、禁断、あ、ありますね、3つ目、あ、はい、時を待ては調達できるが全部は無理無理じゃねえか。なんで一緒だの。何これ。何。最悪だ。え、こんなことある。全く同じよ。金払ってただケチだって言われただけじゃねえかよ。二人そって無理って言われた。ケチで無理って言われた。じゃあ、あれじゃん、金銭見つかんないんじゃん。紛失、紛失。紛失かもしれない。やってみましょうか。紛失。はい、紛失、はい、早く探しなさい、ただし金銭な見込みはなし。見込みねえじゃねえか、タクシーがあってよ。すごいね、何これ。何なの。性格は一緒だった、違う、性格は別だったけど運勢全部一緒って。何なんすかこれ。こういうのってほら、二人からね、チームでもしやったら、デコボコの方がいいじゃない。僕が得意なことは、岩さん苦手でもいいけど、岩さんが苦手なことは僕できる。一緒じゃやばいじゃない。そっか。あの、五角形が一緒なんですよ。いた。何だよ、これ。同じように希望もないし、お金もないし、物なくしたらもう帰ってこないし。全滅するパーティー。お金帰ってこないのか。おかしいな。なくしたの俺じゃねえんだけど。払いますよ。いいんだろう。すぐ稼ぐわそれじゃ。バカだよ。でもコツコツ稼がないと返せない。タムはやめた方がいいですね。2020、今4年でしたっけ。24年ですね。4年はあの遺留状書やるんですか今年は。あの正規の遺留状。あの100万円が200円になる、はい、あんな大ギャンブルはやコツコツや。年に1回のイベントじゃないですか。すごいな、あれ人気コンテンツだ。お願いしますよ、正規のマジック賞。種も仕掛けもないですもんね。ね、正真正銘の。絶対やりますよ。そこ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 面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。